お花紙で立体的なポインセチアのポットを作りましょう。まずお花紙を8等分の屏風折りにします。型紙を使うととても簡単にできます。青緑のお花紙を2枚セットして屏風折りにしたら、半分に折って真ん中のところを少しだけ三角に切ります。先の部分は端から斜めに切り落としてください。開いて真ん中の折り目のところをホッチキスで留めておきます。赤いお花紙は屏風折りにしたら端を斜めに切ります。真ん中は切りません。1センチほど入ったところを斜めに切って真ん中をホッチキスで留めておきます。これで赤と白のポインセチアがそれぞれ1本ずつできます。フラワー用のワイヤーを2つに折って、緑の葉っぱの真ん中のくびれているところにかけます。これをぎゅーっと引っ張ってねじっておきます。それからお花紙を開いていきます。これと同じものを2つ作っておきます。真ん中になるパーツはワイヤーをかけずに開いたら、真ん中を人差し指でぎゅっと押さえ、液体のりをつけて金色に着色したお花紙ボールを3つ貼り付けます。ワイヤーをかけた緑のパーツの真ん中に液体のりをたっぷりつけ、真ん中のパーツをぎゅっと貼り付けます。そしてもう一本の方、ここ間が空いてるところにワイヤーを挟み込み、3、4センチずらしてフローラテープで巻きます。これでポインセチアが1本できました。ポインセチアが6本できたら、イグサをトイレットペーパーぐらいの大きさに丸めたものに刺してみましょう。まず真ん中、これは少し高めに刺します。残りの5本は五角形になるように周りに低めに刺していきます。片面段ボールをくるくると巻いたものやオアシスに刺してもいいでしょう。これをお好みの包装紙でラッピングしましょう。ラッピングの方法を紹介した動画はたくさんありますので、参考になさってください。こんな感じに出来上がりました。赤ばっかりのポインセチアポット、白ばっかりのポット、赤と白の混じったポットなど、いろいろ工夫して作ってみてください。クリスマスを華やかに飾ることができます。